予定のプレイステーションビータ、プレイステーション4用ソフト、グランキングダムをプレイしながらその魅力をお届けするという動画でございます。今日は実際にゲームをプレイさせていただくということなんですが、いやーなんといっても私一人ではとっても不安ですので、今回強力な助っ人の方々にお越しいただきました。どうぞ。グランキングダムプロデューサーの渡辺です。よろしくお願いします。編集部の本田ベンツです。よろしくお願いします。はい、というわけでよろしくお願いします。お願いします。どうもよろしくお願いします。はい、私もまだ全然グランキングダム自体は収録してから全然、そうですよね、そうなんです、多分はちゃんとサーティー、多分今日は初めて、はい、今日は初めてなので、逆に今日は初めて触っていただいた方がどんな感じでプレイしていただくのか、僕らもちょっと期待してみていきたいなと思ってるんですけど、頑張ります。はい、はい、はい、今日ちょっとプレイしていただくのはですね、はい、グランキングダムの発売に先行しまして、はい、グランキングダムライトという形で、まあ、いわゆる体験版みたいなものなんですけれども、ただ普通の体験版よりもちょっとだけ、まあ、豪華な仕様になっているものなので、まあ、序盤のちょっとストーリーをやっていただけるつつの、はい、このゲームはオンラインでいろんなちょっと別の体験ができるんですけど、そこまでやっちまう体験版となっていますので、はい、その辺ちょっと今日松井さんに、まあ、プレイしていただこうかなと思っております。はい、はい、よろしくお願いします。はい、これはゲームの本当にストーリーの部分の序盤の部分になります。はい、で、まあ、自分が、まあ、彼が語りかけてきてくれる自分のプレイヤーですね。プレイヤーが、はい、傭兵団の団長となってゲームを進めていくんですけども、あそこに彼はですね、はい、フラット君は、まあ、傭兵団の、その、まあ、自分の、まあ、片腕となるって言われて、傭兵団引っ張ってくれるそうです。なるほど、なるほど。お前たちには悪いが、俺たちも俺にしろ。とあるちょっと、まあ、戦場で、はい、まあ、一応話がスタートするんですけれども、戦争に参加したんだけれども、血はダメだったと。お、自分の部隊の、まあ、自分は雇われてる傭兵なので、はい、雇い主が血をあげたら負けじゃないですか。あ、なるほど。そっと勝手に負け宣言しやがってっていう。一応お金払ってもらえばいいんですけど、ただまあ負けちゃったよ。まあ、でどうしようかと。ところから、ね。大将と呼ばれてます。そうですね、プレイヤーの大将、まあ、フラットから大将と呼ばれてます。大将と呼ぶのはこの人ぐらいかな。はい、だ最初から最後までプレイヤーのことを代表してるのがあるんですね。で、さあ、どうしようかなと。そうですね、この先報酬も出ない、え、お金ももらえないんですか。じゃあ、もう仕方ないですけど、あら、そうですね、ここまでの報酬ちょっと、ちょっと、手足したはずね。大変ですね、これ。一戦一戦お金もらってる人だったからね。傭兵さんは、そうか、大変だな。参加選手とかも見てるんですよね。あ、そうですね、契約してお金もらってるみたいな。だけど、ここに、まあ、なんと敵のあれ敵から誘いが、そんなことが敵の方々も傭兵で使えてるところからの、まあ、自分たちとしては傭兵団なので、単純にそのお金をもらって逆側につけるだけなん でそっちの組織に、まあ、スカウト誘われちゃうので、さあどうしましょうか。で、まあ、ここでちょっと僕の、全体的な世界観のご説明させていただくと、はい、まあ、もともと御前帝国という、まあ、でっかい、まあ、はい、まあ、大陸を全ていた国があったんですけど、そこが、まあ、ここあることで消滅してしまいます。はい、で、この消滅した後に4つの国に分割されて、その4つの国の連合の戦争が行われるような状況になっているんですけども、このゲームのお話としては、じゃあなんでそのオルデイン帝国と言われる帝国が、まあ、なくなっちゃったのか、なんで滅んじゃったのかというところを中心にちょっとストーリーは進んでいくと。なるほど。はい、では早速ここから、まあ、序盤のちょっとご説明も終わったので、はい、ついにゲームのプレイの方が、はい、
我々のビルドはよそとはわけが違う。はい、はい、あの先ほどあの、まあ、うちの嫁団の方、まあ、あのギルドの方に入んねえかお前ら、はい、って言われてたと思うんですけど、入る前にプレスあの、まあ、一応テストさせられる。ああ、試験を受けないと入れないんですね。ここはテストであり、あの松さんテストであります。あ、頑張ります。はい、まず、このクエストの目標である目的地を目指しましょう。目指します。はい、はい、はい、目的地、はい、目的地、あ、先にその目的地を探そうというところがすでにちょっとゲームアンボイス目的地はいきなり歩き出さないところがこれは敵、敵ですか、なんでしょうね、え、これなんだろう、あ、エネルギーって書いてある、エネルギーって書いてある、はい、うわー、そんな近くはないです、ね、すごい遠い、これここ、あ、赤い、目的地ねえですけど、ねえけどってことは先進めるしかないと思うんですよ。先進めてったら目的地が出てきますから。小賢しいまで。でも早速あのもうキャラクターですけど、はい、あの集めて、はい、あとはまあ矢印が出てるかと思うんで、はい、あの矢印の方向にまあキャラクターを進めることができます。これはあの、下に歩ってる4人の方々が、はい、あの一応今あのテスト用というかこのチュートリアルで出てきている、うん、あの自分の部隊、はい、隊員でございます、右からファイター、メディック、はい、ウィッチ、ハンター、ハンターですね、はい、でぼちぼち戦闘が始まりますよ、はい、ということで、はい、今回は避けられない、はい、撃破、はい、撃破したい、はい、じゃあ行ってみましょう、はい、エンカウントしました、初戦闘、はい、オルガウルクさんですね、オオカミ、オオカミ、はい、はい、わ、3体、じゃあこの、戦闘は本当にあの、はい、この、まあ、ガイドがありますけれども、こちらを読んでいただいて、はい、まあ、それが理解していっていただきつつもやっていただけるかどうかというところが、まあ、僕らもですね、チュートリアル作ってそれがチュートリアルとして正しかったのかというのはこれね、あの検証させていただけるかと思ったんですけど、どうぞ、はい、タイムラインっていうのは、まあ、下にあるあのキャラクターのがいっぱい並んでる、はい、と思うんですけど、あれがあのタイムライン、あ、なるほど、その順番で公表されますよ、うん、ということです、で、近づくために移動、はい、どうする、なるほど、はい、今移動しました、はい、で、ね、そしたらで、キャラクターのですね、あのまあ、今歩かせるキャラクターの上にですね、はい、なんか丸三角四角みたいなのが出るんですよ。そうするとそこの、あの左下にですね、あの、まあ、技がセットしてあるんですが、その技がそこの距離だと使えますよ。あ、ね、なるほど、なんか頭の上に何かそこが出たら何かできるんだな、一応なんかタイプがあの職業ごとに分かれているんですけど、はい、このファイターさんというのは近接タイプということで、うん、まあ、近く、まあ、近距離の攻撃が強いということなので、はい、近距離はこんな感じで入力してもらえば、ジェットでも、まあ、近距離できますよということがこれ書いてあるので、なるほど。じゃあ行きましょう。はい。はい、でしょ。で、はい。今、一回攻撃しましたら、はい、あの先ほどのあのガイドのところには、連打しましょうと書いてあるんですけど、はい、連打することもできたと。であの最後にあの、まあ、1回振った後にこのガードがあの発動しますけど、これもあの、自動でもガードが入るようなあの、はい、になっているので、あのオートガードということで、ね、最初攻撃が全部終わったらガードが発動していると、オートガードっていうののスキルを外しておくと、そのままあのガードしないで終わることもできるんですけど、こちらのそういうことに設定するしになっているので、自動でガードが入っているという形で、はい、ではで、この先は後に次のビッチが、おいや、ハンターってやつだ、ハンターですか、ハンター、はい、ハンターは遠距離、遠距離だったんですね、はい、夢を持ってますね、で、あそこでもすでにあのそうですね、丸が、丸が、ここで一旦丸ビタンボタン押してみて、そうするとこうやって遠くに打てますよという、おー、まあ、そういうシュートっていう技があるんですけど、まあ、裏目で、まあ、丸ボタンを押していただいたらそうやって攻撃をできる、まあ、ちょっとやってみちゃいましょうか、で、ここでですね、あのちょっとハンターとかこれ遠距離ユニットとかの場合 の、はい、あのスキルなんですけども、あの
まあ、その前にあスキルの連射スキル、スキルがこう下にあの、はい、タイムラインのゲージの上に別のゲージがあるんですが、はい、それ の, あのゲージが1回、まあ、攻撃することに減ってくるんですね。なのでそのゲージが減りきるまでは何たりもあります、連続してできますよ。さっきのファイターもそうなんですけど、まあ、連続してボタンを押してあのゲージが消費しきるまで全部攻撃がつなげることができるというと、このゲージ使って移動と攻撃をやるやり、なるほど、これが何度でも、はい、なのですが、まあ、先ほどの近いところで剣をバンバン振るっていうんだったらまだ意味は分かると思うんですけど、はい、弓も似たような感じです、あそこでこういうふうに放物線出てたと思うんですけど、放物線の着弾点が動きます。これは後でまず見ていただくと、動いてるところで自分でここでここに打ちたいってところでバンバン戻すことはバカバカ落ちます、なのでちょっとこれそのあとすぐに出るように、はい、丸ボタンを準備しつつこのラブを落としてください、はい、そんな感じです、はい、もう今バンバン多分矢を打ったボロッと打ったと思うんですけど、はい、あのような形であの遠くから矢を打つことができる、はい、で次あのウィッチになります、はい、またちょっとウィッチもあの攻撃の方法が違うんですけど、これも概要の通りにやっていただければと思うんですが、はいはい、ライトニング、はい、あのウィッチは、まあ、魔法使いなので、はい、あの魔法って、まあ、大体、まあ、唱えるときに、まあ、よくありがちですけど、まあ、少し時間がかかると、あの出るまで時間がかかりますよということなんですけども、うん、まあ、今回ちょっとたまたまちょっとあの、まあ、ライトニング、まあ、チュートリアルなので、あのその映像する時間は、まあ、少し短くて、はい、すぐに出るようにしてますので、一応ちょっとどんな感じで魔法出るのか、はい、今度はボタンが変わってるので、はい、そこは近くに、はい、はい、ちょっと待ってこの場所で、はい、今、自分がいるところから、まあ、移動していってからその四角を押せばライトニングが出るんですけども、うん、まあ、ここで打って良いか確認してみたいのでちょっと前の方歩いてみてもらっていいですか、ここで打つと多分相手に当たりますね死ぬって大丈夫大丈夫なんですよ、死ぬ、はい、このゲーム味方に攻撃全部当たります、うわもうありがちなんですけど、あの、はい、自分で敵を攻撃しようと思ってるんだけど手元が狂って味方に当たるなんてことはザラにあるんで、そのいかにあのやらないかっていうのが大事だったりします。今ここだとあの当たっちゃうんで、まずい、まあ、はい、そうです、あの別のラインに移動してもらって、そこで、まあ、じゃあ例えばじゃあ失格のことを教えてもらうと、はい、ちょうどあの、はい、あいつがいるところに当たりますよってことなので、じゃああいつに行ってみてください、よっ、まあ、で本当は今時間があのちょっ と, ちょっと時間がかかって、あの別の人の番が入ったりするんですけど、今回ちょっとたまたまあのちょっとチュートリアルを作るようにしてますっていう感じでございます。おお、あー死ぬ、大丈夫です、ガードしてるんです、ゲージが緑になってるガードして縦の防御力が使われるので体力が減ってないんです。さあ次このメニューなんですけれども、はい、あと、まあ、彼女はあの、はい、キャラクターとしては、まあ攻撃ももちろんできますけれども、あの、まあ、味方の体力を回復するというと、まあ、能力を持っているので、はい、あの今やられそうな人がいたかちょっと覚えてないんですけども、ヒットポイントが減っている人に対して、まあ、自分で回復するようなポイントを渡すことができるということがあるので、まあ、それを試していただこうかなと思っています。でこれも、まあ、どこに置くと、多分、まあ、あの彼女の前の方に赤いこう帯みたいになっている場所に、まあ、そこにそのバッグを置きますよっていうことなんですけど、まあ、これもあの例えばそのバッグを置きました、で置いたやつの番の次に味方が来なかった場合、敵が拾ったら敵が回復しますんでそこも注意していつもいつ置くかとか、あどこに置くかみたいなことを考えなきゃいけないと、なんやて、はい、はい、なのであまり敵来なさそうなところで、まあ、近くの味方の近く、まあ、手番見てると次があの味方のファイターが来るので、まあ、ファイターの近所に置いてあげればファイターを拾えるかと、したらその袋を入れて、あれを拾ったら回復しますという感じ、はい、なるほど、で、こういったスキルバーの書いてある通りですけれども、はい、あの置くとかいうスキルとか、うん、そのサポートするようなスキルに関してはこれの後にも彼女まだ行動を続けることができます、はい、なのでこのままあのちょっと次のページ行っていただいて、まああのまあ、その書いてある通りですけれども、うん、あのまあメディカルバッグっていうのを使っても、まあ、別にそれは保護する、まあ、あのサポートの機能なので、まあ、それ以外のことで、じゃあ次にじゃあ敵を攻撃しちゃいましょう、ついでに、全部持ってきちゃうということで、そこちょっとぜひ、はい、で、まずじゃあ、ここからまた移動し直して、あゲージがゲロになります、ゼロになります。
なんと。あ、でですね、なんとここでですね、あ、ちょっと PS4 では、はい、タッチパッドボタンって書いてあるんですけど、はい、ここにですね、パッドがあります。これをですね、ボタン1回押すと、まあ、移動を押しちゃってください。押しちゃってそうすると、まあ、今の移動が、まあ、なかったことにリセットしてくれるということになってますが、まあ、あんまり移動のそもそもゲージが残ってなかったので、そうですね、あんまりリセットする効果もなかったんですが、さあどうしましょうか。一応じゃあここから攻撃しちゃいますか。あ、ちょっと下がりましょうかね。下がるのかな。リセットする方が良さそうだね。ここで OK ですか。じゃあ今回は、あの、本当はこの人はあの体力を回復とかするだけじゃなくて、あの薬、ちょっとあの激薬の入った薬の瓶だけで攻撃機体できるんですけども、ちょっとその何の時間にしましょうか。はい、すいません。ではちょっともうそのまま先に行って、今度また、はい、あの別の人の順番が来て、今度また、あの彼女を動かせるんですけれども、はい、これあの、お気づきかは分かりませんが、あの最初、一番最初にファイターから、はい、動かしていたと思うんですけども、うんうん、で結構アートの方にミッチ動かしたと思うんですけども、はい、あのこの行動の順番ってあのユニットによってあの速い遅い決まってるので、あのなんか速い人はなんかどんどん移動できて攻撃したりすることになるので、その辺はあの職業の特性がバラバラなので覚えていただきつつ、まあ、彼女とりあえずあの動かせることになったので、はい、じゃあまたその彼女がそうですね、攻撃できる。で今あのライトに、はい、さっき四角で言ってたので、はい、それをもう一つあの丸ボタンでファイヤーつけるっていうのがあるんですね、はい、でこちらも使っていただくことができるので、はい、あのこちらちょっと丸ボタンで飛んでいくと、はい、その丸で言うと、まあ、今射程の中にある敵に2人いますっていうのがありますので、うん、はい、先ほど あの弓打った時のイメージで、はいはい、あの下にこうあの照準のゲージみたいなところそこに対してどこでボタンを押すかで、まあ、攻撃が成立だと思うんですけども、それをちょっとですね、あの2匹に向かって、まあ、1発目で最初の、まあ、前にいるやつに当てて、はい、で 2回目以降で後ろのやつに当てることって、ちょっと高度なことやると、いっぺんに2つとも撃破できたりするかもしれないので、はい、その辺をぜひちょっと頑張ります。試してみてくれると、うん、これはおお、素晴らしい。やった。さあで、今この、はい、ファイターさんの後ろに先ほどね、はい、置いた袋が置いてあるんですけど、あの実はあのこれ、まあ、取ってもいいんですけど、はい、あの彼自体もう体力がないですから、はい、取る必要ないので、ここでそのまま攻撃してしまうか、はい、あのちょっと後ろに回っていただくみたいなことをちょっと試していただきたいんですけど、後ろ、はい、あの敵のですね、あの、まあ、隣のラインに移っていただいて、はい、後ろに回っても、もうちょっと前に行っていただいて、でこちらを取る、で逆の方、そうすると敵の後ろを取りますので、これはあの攻撃の時にあの前から攻撃するよりも後ろから攻撃した方がいいのか、まあ、高くなってくるので、ここにちょっとあの多分していただきつつの、あの先ほどあの、まあ、一発で攻撃したガードしちゃいましたけど、ガウは別にあのしないと、まあ、もう丸ボタンバ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 ン押していただければ攻撃がつながるので、わかりました。で、ぜひちょっと連打します。はい、やってみてください。よいしょ、よいしょ、押し、あ、押し、はい、落ちてきた。ただ連打すればいいと思わない。なるほど。あの攻撃もあの、はい、それでは自分でセッティングするんですけど、まあ、1発目この技、2発目この技みたいな、ちょっとアップセッティングするわけですが、それをやっていて、最後例えば打ち上げました、で今度上がってきて、今度落ちてきたところに何当てるかみたいなことで、今の丸ボタンで全部あの攻撃がつながるようになってるんですけど、その上の場合には、それは本田さんが言ってくれたようにタイミングが最後テーマバチッと当たって、多分あの倒すことができたかと思います。はい、ではでは、はい、でもそんなこんなにですね、多分僕的にもいないので、じゃあ、あの、とどめをさせていただいちゃおうかなと思うんですけども、では今度、あの、まあ、シュート、まあ、この、はい、シュートと言われる技に関しては、基本的に常に放物線なんですが、はい、距離が遠いのが特徴なので、でね、あの、もし打とうと思ったら、先ほどの位置より後ろに下がってやれば、あの、狼に当てることができるのかなと思うので、
はい、そうすると今丸つきましたよね、はい、なのでここだったらまあ丸で多分丸つきますね。あ、これでもギリギリですね。すごいギリギリですね。はい、はい、ここで多分打てば余裕で当たるんですが、ちょっと手滑らせたら前のパイナップル。はい、まだまだラウンド取ってて我慢してくれると思うんで。怖い、はい、味方に当てそう。味方無傷でしたよ。そうですね、素晴らしいです。危ない、無傷ね、よかった。